おはようございます。おはようございます。はい、週末は漫画ということで、これですね。はい、へぇー。正直不動産。はい。こう。はい、出てますよ。あの、今でもビッグコミックで連載中なんですけれども、うん、あの、これ始まった時に、もうびっくりしました。あの、本当のことが書いてるんですよ。うんうん、なんでこれが本当かわかるかって言ったら、僕はあの大学院をまあ中退して、まあ、最初の最初というか、まあ、 就職でもないですけども、バイト先っていうのが不動産屋だったんです。その不動産屋っていうのはちょっと変わってて、不動産鑑定士にもいる不動産屋だったんですよ。で、不動産鑑定士っていうのは結局、不動産の値段決める人ですよね。不動産、値段を決める人が不動産屋やってるとおかしくないってことで、あの、もう不動産屋の方は、なんていうか、回転企業状態で、不動産鑑定士が3人ぐらいいたのかな。3人いて、 4人、4人いて、あの、まあ、やってるわけですけども、鑑定で。鑑定の主な仕事っていうのは、あの、裁判所がありますよね。裁判所で借金して、競売です。いわゆる、まあ、競売って言ったりしますけども、競売ですね。で、競売の物件が、一体どのくらい妥当であるかっていうことを、まあ、その鑑定士が、鑑定氏を作ってやるわけなんです。で、その助手として僕が行って、 あの、測ったりとかするわけですけれども、うん、あの競売で落ちた物件なんてね、うん、はっきり言ってろくなもんじゃありません。だから一番典型的なのは、うん、結局絶対うちが落とすと、うん、僕は絶対うちが落とすと、うん、だから他の人間来るなっていう意思表示を、うんうん、その写真の中でやるわけですよ。う どういう意思表示になるの、うん、例えば室内にね、うん、もう当時の言葉で言う、うん、今の言葉な何とかしませんけど、入れ墨入ったヤクザさんが、ゴロゴロいたらどうですこ <laughs> の部屋にもいる。ああ、そんな写真をだからそう、そういう写真しか撮れないわけなんでしょう。なんでどいてくれて言えないし。もう実際いる <laughs> 実際そこにいるんやん。<laughs> で官邸の写,写真見たら、ぎょっとするわけですよ。あこれはヤクザ、うん、ヤクザ付きじゃんってこと。安くなる。安くなるってか。安くなるってか、てかもう、あのー、最低の値段しか。うん、そのヤクザの雇った人らが結局買うわけやから。うん、ああ、そう,うそういうこと。そういうこと。そういうこと。あ、安くで買いたいからヤクザ送り込むってこと。そう。それ専門のヤクザがいるの。 でもそんなことする人ってもうほとんど突っ込んでる人だよねそういう世界にだからもう,もうそういう世界うんああそういうもんなのそういうもので値段を上げたくないから上げ、もう安く買いたいからああもう決めてるんだ買うって決めてるからそうそうそうあ,あうーわーそれかもうそこの人に貸してる人かもしれないねだからお金を貸した人が うん。もう。あ、それをもらいたい。とそれをもらいたいという。いいいう感じになるかもしれないし、うん、それはちょっとわか,からないけど。まあ、そういう世界でね、びっくりしたんですよ。へ<ー>まあ当時、地上げっていう言葉が流行っている時代で。うんうん、まあ、地上げされた物件なんかもね、こう。また、陶器彫刻作ったりとかして。うん、それを、と、新鮮に伝えるという仕事を。やってたわけなんですよ。うんうん、で。まあ。なんていうのか。先祖代々の畑をね。うん。へばに。 出されて息子の息子がそのあの保証になったばっかりに取られて、うんうん、あのこの家を取られてるわけなんですよ、うん、でどこに住んだらいいんだろうみたいなことを言うおばあちゃんが言うわけなんですよ<ー>で裏の田んぼはどう,どうなんあれも取られるんで言うから「うん、いやそれをうちには聞いてません」って言ったらもう田んぼは残ると思い込んで出て行って田んぼのここはどのくらい田んぼでってことをとうとうと言うわけなんですよ。うん 家が取られて田んぼが取られてないってわけないから、まあ、でも、事実を言っても仕方がないなってことで、その鑑定士の人と二人で、切ないよねって話をしたりもしたんですけども、まあ、あの、そういう、こう、いろんな思い出が。ええ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  だからまあそういういろんな手口があの書かれているので、うん、まあ家を買おうと思ってる人がいたら、うん、まずこれ読んでください。<laughs> 絶対に役に立ちます。はい、もう、あのー、あったでしょ昔ね。そこの <laughs> マンションの土地の名前入れたら、うん、何も言わんのに人工たり <laughs> <laughs> ねえだからもうそれで盛りつけようとするんやから。はいうん だからこれ、あのぜひ、まあ、なんか買おうという気になる人は、ええ、まあ読んでみて読んでみた方がいいということですね。正直言って、ええ、今のこの世の中で、今のこの状態で、ええええ、不動産を買おうっていうのは、ちょっとどうかしてると思いますけれども。ええ、まあ、下がってるんじゃないですかね、今ね。下がってるでしょ。買いとも言えるんじゃないですか。上がる保証、全然ない。あ<ー>上がると思うから株ってなって。うん まあ日本の場合は少し違いますけどね。うん、建物マンションなんかで下からしかないっていうのもありますけれども、うん、まあぜひこれお読みください。うんうん、はい、わかりました。ありがとうございます。はい